茨城県立鹿島サッカースタジアムでの応援風景印ファイトは J リーグ鹿島アントラーズのサポーター集団である。1991年の創設から鹿島サポーターの中心として一体感を持たせると共に熱狂的な応援を行っている。代表は鹿島市議会議員の河津通九1991年鹿島アントラーズの前身である。 住友金属にジーコが加入しプロ化が間近に迫ったことがきっかけで設立された。インファイトという名称は団員の多数決により決まり、スタジアムで入会を呼びかけるうちに徐々に人数が増え、1992年秋には80人、1993年の J リーグ開幕直前には200人に増加。団員が増加したことで回避制を導入して、 活動資金に充てることになった。ブラジルのサンバを模した独自の応援スタイルでスタジアムでの応援を盛り上げ、同年7月に鹿島がファーストステージで初優勝を収めると鹿島町長から感謝状が贈られ、日本青年会議所茨城ブロック協議会から茨城トップ対象のグランプリに選ばれた。娯楽の少ない地方都市にムーブメントを作り上げた行動は 町おこしの観点から評価され、河津には、サポーターの代表者として、マスコミの取材が殺到した。1993年の調査によると、団員の男女比は4対6、年齢は10代が6割、20代と30代が、それぞれ2割で構成され、若い年齢層を中心に運営されていた。団員には入会の証として、イン・ファイト t 1 2と刺繍された。 赤いリストバンドが配布されたが、12という数字は、サポーターは12番目の選手であると呼ばれることに由来している。団員の間には、真に、鹿島を応援する人に参加してほしいという意向があり、下心を持って入会を希望する人を断るケースもあった。イン・ファイトとしての活動が定着し、他集団やサポーターへの求心力が増すと1996年には、 年会費制を廃止し、グッズ販売の一部利益を活動資金に充てるようになった。創設当時は、若年層やミーハーと呼ばれる一般の観客層に仲間意識を持たせることが応援スタイルと言われ、同時期に先鋭的な活動をしていた、浦和サポーターとの比較に対しカわずは、彼らに影響を受けている面もあるが、反面教師ともしていると発言していたが、J リーグブームが収束すると、 メディアの取材に対して次のように述べた。ゴール裏の熱狂的な雰囲気を保つためにも、おとなしいものや少しばかり、応援の雰囲気を楽しみたいものは、ゴール裏に来ないでほしい。ゴール裏では立ち続けて応援する、試合をよく見ることができない、物が投げ込まれ怪我をする、サポーター同士の喧嘩に巻き込まれる、など危険かつ不自由なことが多々ある。 これを受け入れて、我々のように応援する気持ちのないものは、ゴール裏に来ないでほしい。河津ールまた当時のメンバーは、浦和戦になると、モチベーションが上がるとしており、対戦時には、浦和を挑発する横断幕の掲示や、浦和戦のために特別に用意したビッグフラッグを掲示するなど、浦和サポーターを意識したパフォーマンスを頻繁にいった。ゴール裏の最前線に立ちサポーターを統率していた。 河津は、1999年に、ゴール裏からは退き、鹿島市議会議員となった。2007年の調査によると、イン・ファイトは12の支部から構成され、試合前には、イン・ファイト幹部と、各支部のリーダーがミーティングを行い、各支部のメンバーへと応援方法が伝達される。実行部隊は、リード、旗振り、ビッグフラッグ、太鼓という4つの役割が分担され、 試合が始めると、スタジアム全体を巻き込んだ応援が展開される。団員は、ドクロや竜の刺繍の入ったスカジャン、T シャツ、マフラーを身にまとい、攻撃的かつ一体感のある応援スタイルを標榜している。一方で、威圧的、暴力的な言動を取るメンバーが多く、スタジアムでの女性や子供への威嚇、選手やサポーターへの暴行などの問題行動が頻発している。 2008年9月20日のカシアレイソル戦にて発生した事件について従来の試合が白熱することにより興奮したサポーター同士で発生するトラブルとは一線を隠す欧州などのフーリガンを想起させる深刻な事態と指摘されたスカジャンの種類は複数ありインファイトメンバーのユニフォームと称されている初代のスカジャンは1995年に作成され 茨城県の地図を全面に配し、その下部に花札の紅葉に鹿を想起させるデザインが施されている。2代目は2000年に作成。三代目は 2002FIFA ワールドカップ開催を記念して2002年に作成されたもので鹿の頭部がデザインされている。4代目は2008年に作成されたもので鹿島神宮の大鳥居と鹿がデザインされている。 観客席を覆い隠すビッグフラッグは横幅30メートルを基調としており、大小様々な種類のフラッグが存在する。二代目のビッグフラッグは1997年8月30日に鹿島スタジアムで行われた浦和戦で登場した。このフラッグは30メートルのビッグフラッグを3枚、重ねゴール裏スタンドを屋根から覆い隠す大きさのもので、鹿島のエンブレムを中央に配置。 正面向かって、左側に、ソウルサポーターズ、右側に、イン、ファイトと記されていた。待機は多数所有しており、長年最前列で振られていたが2008年と2009年の事件、事故の対処として原則的に振ることができない。鹿島のオフィシャルサイト上でも感染ルールとして、2010年には国内外のすべてのスタジアムでの待機を使った、 応援の全面的禁止と明記されていた。そのため、ビッグフラッグの代わりにしたり、ゲーフラの代わりにしたりして使用することもあった。大気を振らない試合は、主に J リーグ公式戦、特にアウェー戦で振ることはなかった。一方で、ホームの鹿島スタジアム戦で2階席を開放しない、公式戦や ACL、天皇杯予選では1階席最前列で大気を振っていた。 しかし、2011年元日の天皇杯決勝戦において、国立競技場の最前列で大量の大気を並べ振っていた。その後、2011年度シーズン開幕戦で、カシマスタジアムでも大気を最前列で振り、事実上の最前列の大気仕様が解禁された。ありがとうございます。